はい、こんにちは。札幌占い美容室早昔のことです。今日はカラーなんですけど、グラデーションのブリーチと、あとちょっとバレイヤージュ風に、まあ、全部傷んじゃうとあれなので、つなげていって、そうですね、毛先の方でちょっと表現をして、まあ、傷んだらまあ最悪切れば大丈夫な状態でワンブリーチでちょっとやっていきたいと思います。ちょっと前にパーマをかけて、かけてるんですかね、パーマかけてるので、ちょっとなるべく傷まないようにやっていきたいと思います。はい、これで、まずじゃあブリーチをしていきたいと思うんですけど、アディクシーのハイブリーチオキシが、2倍と、まあ、1回のブリーチで、なるべくオレンジ味を取っていくように、前もね動画でやったんですけど、ラインがパツって出づらいので、伸びてきた時が綺麗に馴染みやすいので、これねペーパーを、前も言ってるんですけど、ペーパーをベースに塗っちゃうと、ペーパーのこの端っこのところに薬が溜まって、それを落とした時にこういうところにつきやすいので、別で塗った方が絶対綺麗なんですよね。なので、塗る時はリパレットを使って塗ります。で、毛先しっかり溜めてリパレットで塗って、それからペーパーつけるみたいな感じでやっていった方が、より安全というかいいので、そうしております。で、ちょっと指にフィンガーコームをちょっとつけてるんですけど、まあ、フィンガーコームでちょっと後ろ向けます。で、リパレットでやったら、この間にはい、これを挟む感じですね。これが一番綺麗に塗れる方法なので、こういうような感じにしていただいた方がいいですね。フィンガーコームだとすぐ取れるので、フィンガーコームで取ってで、ここ取ります。そしてただバックは最初にやってるので、あまりバックだけがっちり明るくなっちゃうとちょっと変なので、ここはちょっとやっていません。今度あとは自分が求めてる色を出すアンダーをどこまで上げたいのかっていう部分で、必要のないアンダーまで上げる必要がないので、まあベージュとかしたい場合だったらかなりリフトして2回ぐらいこうリフトしていかないとダメなんですけど、まあある程度そこまでの色ではなければ、まあその求めてる色だいたいね15分ぐらい置いたら結構上がるんで、ちょっと乾きやすいので、ラップをした方がリフト力はちょっと上がるので、一応ラップはした方がいいかなと思います。はい、これでちょっと時間をまず置いていきたいので、で、この間に次のカラーっていうのを、ちょっと作っていくって感じですね。今はブリーチを、流してきて、これからカラー塗っていきます。まず最初に、だいたい 1%、2% とかそんなぐらいしか入れてないです。まあ、このぐらいの抜け具合だと、ホワイトで薄めたりしてしまうと色が薄くなっちゃうので、はい、今度サイドをまず1回ね全体につけて、はい、このようにたっぷり塗ったら、残液に対して、まあ皆さんいろんなメーカーの使ってると思うんで、はい、これで根元の方に、はい、毛先の方に、でちょっとねバイオレットの方に、はい、今これで、上がってきたんですけれども、今濡れてるんでちょっと暗く見えますが、まあ、ちょっとねブリーチしたので、ちょっとケアするという意味でも、ナーウォーターつけて、できればヘナウォーターつけた後に1回コーミングしてからヘナジェルをつけた方が効果は、いいです。このような感じでつけた後に1回コーミングしてヘナジェルをつけた方がいいですね。で、ヘナジェルをつけていきます。まあ、毛先中心にヘナジェルはつけていきますね。透明感がある感じになります。ちょっと光の加減でちょっとこの部屋分かりづらいんですけど、見えますかね、分かります、ちょっとこう赤み消えた感じに
なっててですね。